よし、ドミニカ出身縛りやっていきますか。とりあえず、まあ、外国人を探している状況と、チームのムードはめちゃめちゃ悪いらしい。同じ国籍のね、選手が集まっているというのに、なぜこんなにもチームのムードは悪いんですか？人が足りないからですか？ 3 人。とりあえず3試合行こう。とりあえず3試合行ったら4試合できるんじゃない？中4日で、メジャーリーガーなんだから中4日で投げれるでしょ。中3日か。中3日で、いけるかな？中継ぎがちょっと、コルニエル先発にして、ちょっと中継ぎ減らして、コルニエル、メルセデス、エスピナル、オールドリッチ。これでさあ、じゃあまた1、2、3。3試合ぐらいにしとこうか。中継ぎが死んでいる可能性があるんで、さあちゃんと死んでいるね。じゃあここでじゃあペルドモ登板と、そして全員が2軍に帰っていくと。ペルドモがもしかしたらいじめられているのかもしれない。こいつ投げるとき俺らもういらなくねって言って2軍に帰っていきます。そして外国人を獲得していきますという流れを繰り返していくんで、とりあえず1回見てみようか。新しい外国人が来ました。果たしてドミニカなのでしょうかと。ピッチャーを今取ろうと思ってます。メキシコ。まあ、こんな感じでね、繰り返していって、果たして、今年は何人選手が取れるんでしょうか。シリーズ終了まで行ったんですが、マジで誰一人来ませんでしたと、外国人が。戦力は変わっておりません。どうしましょう。これかー。そして0勝と。そして1勝もで、去年5勝もしたんだけど、今年はもう1勝もできずと。1勝もできず人も増えてない。もう終わりです。788イニング。頼りのメルセデスもね、4.36 と。打ってはポランコ。ルイス。キャッチャーシーマだかった。カリステ。まあいいでしょう。いや、ドミニカマジで来てくん、なんでドミニカ来ないの？外国人のスカウトがマジでドミニカのやつを連れてこないんだけど。首なんねえかな。カリステゴールデングラブ取ってる。ギータ三冠王、サンタナ三冠王、よくわからん。ギータ衰えたと思ったらまさかの三冠王ここで獲得。2025年よ。何歳柳田。35ぐらいじゃない？ 35 歳ぐらいで三冠王と。3割2分3に30本112打点。うちの投手陣でこれってことはだいぶ多低だよな。セリーグサンタナは3割2分8に42本125打点。まあこの三冠王はあるでしょう。村上もメジャー行ったんでね。いや、首なんねえかな、誰か、メキシコのやつやと。サンタナってもしかしてメキシカ、ドミニカじゃない？サンタナって。来るー。サンタナ来年来るー。でも年俸払えないと思う、サンタナが来た時。サンタナが来た時、金が払えねえ。スカウトがどうしようか。投手得意。AB 行くか。コリースカウトには金かけるわ。ここはそれ以外は全員420万になるんですが、年俸は残念ながら。守備がめっちゃ上がってる。絵の守備がシーマで上がっております。ルイスキャッチャー C になったんだね。まあ、来年はキャッチャー1000人でやってもらおうかなというふうに思います。これで投手陣もちょっとマシになるかもしれないね。まあ、あとはオフシーズンの外国人の補強がどれだけできるかと。とりあえず投手よな、今は。まず投手。その後野手。ある程度ね、
投手が揃えば野手行ってもいいんだけど、野手が揃う気配が全くないんで、あ、タクローやばくね。タクロー1、2、3、4、5、6球団か。で、モッサンが3、モッサンが2球団。福本2球団はめちゃめちゃいいと思うけどね。2球団取れるんであれば。前剣が帰ってくる。37歳。ポスティング、あ、塩見なんだ。あ、メジャー、あ、ヤクルトは偉いね。塩見なんて活躍したの数年なのにね。あ、エスコバーはベネズエラ。エスコバー日本ハムに帰ってるじゃん、 FA で。さあ来ました。できたら若いの。ホークッド、プエルトリコ、ボネ、高いね。アメリカ、ブライトマン。おお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 、強くね。普通にコートネイ、メキシコ、オールビー、アメリカ、ハーディー、カナダ、バベッジ、キューバ、ブルーノ。おお、ケムナ、宮崎、キノコ、ベネズエラ、アンダーソンはアメリカ、バネンは、あ、ガント、アメリカ、ピーターズ、アメリカ、バニュー、バニューエロス、メキシコ。あ、まあまあまあ、でも結構取れたんじゃない。ブルーのバネン、ブライトマンの3人、ピッチャー3人獲得しましたというところで、外国人のあれ行きましょうか。やってなかったり、そういえば。外国人を探してくれます。投手指定なし、指定なし、指定なし、指定なし。何でもいいからピッチャー来てくれ。ドミニカのマードック、バーリー、チャンドラー、フェイロン、ベンジャミン、ダルントン、グレアム。グレアムはなんか、グレアムはちょっとメキシコっぽいぞ、名前が。オーストラリア、コロンビア、ベネズエラ、キューバ、プエルトリコ、オランダ、プエルトリコ、うわー、ドミニカ。グランディ、コントロール G です。球の遅い、大体球の遅い藤波かな。球の遅い藤波を獲得しました。さあ、でもピッチャー11人まで増えてきましたと。160キロ投げんな、コルニエル。すげえ球速いな。いや、いい選手はいるんよ。まあ、外国人なんでね、やっぱりドラフトで取るよりはやっぱいい選手が来る可能性が高いと。野手はね、全く増えてないんで、カリステ、ポランコ、ポランコも衰えてるしね、ポランコ衰退期、カリステ衰退期と。まあ、ルイスぐらいかな。まあ、でも、早熟なんで、ルイスも。早くキャッチャーが上がってほしいです。カウィー、ベイトマン、バット。だ、こんだけ取ったら、いや、一回野手行った方がいいかな。投手で投げれる試合が増えてるから、その試合でやっぱ勝てるようにしたいから、少ない試合をまず勝ちにつなげたいんで、ちょっと野手行くわ。思ったより取れたんで、野手ならとりあえず何でもいい。できたらパワーがあるやつがいいよな。パワーがあるとかやらない方がいいかな。これでも指定しても指定しなくてもあんま変わんないんだよ、来る人の数。パワーがある若手にしよう。ちょっとマジで来てくれ。オープン戦の間にできたら一人来てくれ。今のところまあカリステがどこでも守れるから、キャッチャーと外野以外、まあ、外野でもまだ2枠余ってるから、まあ、しかも DH 枠もあるし、どこでもいい。どこでもいいから、来てくれ。野手でするとキャッチャーは来ないから、キャッチャーで来るんだっけ、野手でやっても。まあいいや、キャッチャー来てもいい。控えキャッチャーにするし。
頼むプエルトリコ、おー来たー。23歳2割8分1で20本67打点、 DBDDG かな、これで D とかだったら C ランクなんないもんね。グロシ、ほらそういうことだよ。さあ、じゃあグロシライト、ちょっと守備が終わっとるので、ルイスキャッチャーね。キャッチャー固定すると死んじゃうから、この辺はこうやっていこう。 DH も使いつつというところで、逆にあれか、グロシンをこう DH で使ってここにこう入れてもいい。強くね、こいつ。普通にこいつらがだんだん成長してるんだよな。だんだん強くなっている彼らが。ということで開幕からやっていきます。ちょっと今年はね、野手も取っていこうかなと思います。